ウィリアム・マイケル・ルークはアイルランドのバイオリニスト、作曲家。ルークはダブリンのサウス・グレート、ジョージ・ドーリに生まれた。1815年から1817年の間、彼はマイケル・ウィリアム・バールフの指導を行っていた。1817年から1823年には合唱式者、そしてダブリンのあるオーケストラの団員を務めたルークは、諸女作となるオペラ、アーモリー、 オアザラブテストを作曲した。しかし、この作品は1837年に、ロンドンのロイヤルオペラハウスで上演されるまで日の目を、見ることはなかった。バルフも、1838年のダブリン公演では、このオペラの舞台に上がっている。1821年、ルークはイングランドに移住した。バーミンガムやロンドンで何度も仕事をこなし、 1830年から1833年には、ロンドンのボクソールガーデンズでオーケストラを弾いた。彼は、ロンドンで没している。ルークのオペラ、ヘンリーックは、失敗に終わっており、他の作品では、カリオストロや、ザ・バルキュリーが未だに上演されないままとなっている。ルークは、ブロンプトン墓地に眠っている。注釈出典。ありがとうございます。